マスオ TV。 はい、マスオ TV でーす。はい、皆さん、今回の動画はですね、切手に関する動画になります。この動画をね、見てくださってる中にもし切手に詳しいという方がいらっしゃいましたら、ぜひね、動画を最後まで見ていただいて、コメントアドバイスをいただけたら大変助かりますので、ぜひよろしくお願いいたします。でですね、いやいや、マスをいきなり切手ってどうしたのってね、思う方もいらっしゃるでしょ。うん、僕もそう思う。いや、実はね、これすべて切手なんですよ。すんごい大量でしょ？というのもですね、僕の遠い親戚のおじいちゃんが昨年ね、亡くなったんですよ。僕もね、会ったことがないぐらいに遠い親戚。で、そのね、親戚のお家をですね、うちの母が片付けなきゃいけないことになったんですよ。で、そのお家もですね、すごく広くて、もうものすごくね、大量のものがあって、本当にね、母も片付けるのが大変って、そのお家に行くたびに、まあ言ってたんですよ。で、なんかね、本当にいろんなものがあるんだって。その昔のお金だったりとか、まあ、コレクション壁があったんでしょうね。で、その中のこのね、大量の切手があって、母もですね、この切手はどういう風に処分していいのかちょっとわからない。もう郵便局に持ってって、持ってくとね、なんか他のものと交換してくれるみたいで、でも持ってっちゃおうかしらってね、母親が言ってたんですよ。それ聞いたらですね、いや、なんかもったいないんじゃないかなと僕思って、ちょっとね、この切手、多分ね、レアな切手も大量にあると思うんですよ。で、そのね、切手のいい処分方法っていうのを、まあ皆さんね、知っていたら教えていただけたらめっちゃ嬉しいなと思っています。なんかね、ネットで調べると切手の処分方法って今ね、4つ出てくるんですけど、一つが郵便局で他のものと交換する。で、二つ目に買取業者に査定依頼を出す。で、三つ目にボランティア団体に寄付、寄贈する。で、四つ目にオークションフリマアプリで売却するっていうことなんですけど、まあ現実的なのが買取業者に査定依頼を出すっていうところなんですけど、いや、どこの買取業者さんに出したらいいかっていうのが主に知りたいことかな。ちょっとメルカリとかフリマアプリで売るっていうのは僕知識がなさすぎてさすがに無理だと思う。ではですね、これだけ大量にある切手、一体ね、どんなものがあるのかっていうのもね、ちょっと皆さんにご紹介していきたいと思います。それでは早速皆さんにも切手を見ていただきましょう。でも大量にありますので、今回はね、その中でも一部をご紹介していきたいと思います。で、まずこのファイルからなんですが、このファイルの中にはですね、このようにバラのね、切手が大量に入っています。で、おそらくこの切手が一番ね、古い時代のものもあるんじゃないかなと思うんですが、はい、いかがでしょうか。これね、皆さんわかるかな？この一番上の切手なんですけど、右から大日本帝国なんちゃらってね、書いてあるんです。そう、もう大日本帝国の切手も結構あったりですね。これとか、フィリピン郵便って書いてあるのかな？その大日本帝国時代の、そのフィリピンに行くこう郵便なのかな？とか、はい、これは？あ、こっちもフィリピン郵便ですね。とかですね。そういう時代の切手も、まあ、大量にあるんですよ。これをさ、単純に処分しちゃうのはすごくこうもったいないですし、ね、本当に切手好きな方からしたらね、もしこれが処分されちゃったらもうなんかもったいないですよ。で、ちなみに今回ね、売ったそのね、金額はそのおじさんの、まあ、奥さん、おばあちゃんの、まあ、介護資金になったりしますので、はい、ちゃんと使わせていただきます。で、2ページ目がこちら。何やらたくさんありますね。まあ正直ね、一応僕も検索したんですよ。レアな切手みたいな形で。ただね、どれがレアな切手かいまいちわからないし、保存状態の良し悪しって言われても、これが保存状態めちゃくちゃいいのかどうなのかっていうのもね、いまいちわからなかったので、ちょっとわからないんですけど、こんな風に切手がたくさんあります。で、普通にこうやってさ、あるけどさ、これとかもさ、大日本帝国憲法時代の、その切手なんですよ。下手したら100年前の
これ切手なんですよね。その100年前の切手がこんな風にさ、綺麗にちゃんと保存されているっていうのはちょっと驚きですよね。まあレアなものがあったらいいなぐらいな、まあそんぐらいの感覚で今ねこういう風にお見せしているんですけど、ほら見て、今年さ、辰年じゃないですか。あの1964年のね、辰年の時の、まあ、こういう切手もある。まあ、正直この1964年とかになってくると、切手からしたら若干新しい部類に入るのかなって勝手に思ったりするんですが、ね、このバラの切手は、まあ、いろんな時代のものがこうやって入ってますね。これ菊の門とかね、ちょっと歴史を感じますよね。なんかお宝鑑定団に出したいって言ってたのを、まあ分かっていただけるんじゃないかな、これはさすがに。ねえ。いや、よく集めましたよね。わあ。もうどこをフォーカスして見せていいのか分からないぐらいに大量に、まあこのようにあります。こっちにもなんかあるね。なんかこういう大日本帝国憲法時代の切手の中で、まあちょっと僕、ここにはないんですけど、なんか20銭の切手があったりする。あ、これ20銭じゃん。これ20銭の中の赤紫色のこの20銭があると、それむちゃくちゃ高いらしいんですよね。もう本当に、もうえげつない値段するらしくて、これはまあオレンジ色だから、そんなでもないのかもしれないですけど。ねえ。まあこれ今どうなったんだろう。切手マニアの方からしたらテンション上がるようなものがあったのでしょうか。で、2ファイル目もこちらバラのものになります。こちらのファイルも結構ね、古い時代のものがたくさんありますね。こことか大日本帝国って書いてありますし、これがもしかしたら一番最初のそういう切手の類になるのかもしれません。わーお。でね、ちゃんとね、23年9月16日なのかなって書いてあるんだけど、これね、2023年じゃないっすよ。でね、なんかこの、切手がすごいレアらしいよ。振り返り美人だったっけな。レアっていうか、結構いい値段になるらしいんですよ。なんか、検索したら、プレミア切手って呼ばれるものの中に、この切手があったから、じゃあ、まあ、とりあえず1枚はプレミア切手って呼ばれているものが、この中にあるんだなっていうのがね、分かって、ちょっとほっとしました。はい。そして他にも切手がありますね。これ貿易博覧会1949年、こちら東京オリンピックですね。東京オリンピックの切手、正直さっきのそのファイルの方がより時代的には前になるのかなって思うんですが、はい、どうでしょうか。ピンとこない。全然ピンときませんね。これを今見てくださってる切手マニアの方は、多分テンション上がっていただいてる方はいらっしゃるんじゃないかなっていうのを願って、今は僕はこういう風にページをめくっています。もう興味ない方からしたらさ、これ何なのって、まずは今回の動画これ何を見せてんの僕らにってね、思いますよね。でね、ほら、あとこれもね、なんかいい値段になってましたね。お年玉付き郵便はがき発売記念、なんと1950年、どんだけ前やねすごいね。はい、これが切手なのかな。何か別の切手もちょっとちょこっとこうやって入ってたけど、はい。そしてこれはね、2枚綴りになってるんですね。わーお、1950年。次はね、まあ、シートまではいかないんですけど、何枚かね、同じ切手があるっていう、そういうファイルになります。はい、じゃじゃん。昭和23年、熊本って書いてありますけど、ね、四国切手展覧会記念だったりね、いろんなものがありますね、本当に。ただね、僕こうやって見てる中で、テンションが上がった、そういうのがいくつかあったんだけど、わ、これ日本国憲法公布記念ですよ、これ。日本国憲法公布記念の切手になりますね。で、ここからはシートになります。
はい、こういう風にね、あの綺麗な状態でシートで、まあ、切手が保存されているっていうものなんですけど、ほら、まあ、たくさんこうやってあるんですけど、これやっぱいいよね。東京オリンピック1964年っていうね、これとか聖火台でしょ。こんなに綺麗な状態でちゃんと残してて素晴らしいなと、はい、思いますし、こことかさ、日本万博ですね、万博の時の切手になるのかな、はい、ってなります。お、これは大日本帝国憲法時代のシートのね、切手になりますね。1949年、わー、あ、これとか、首都高速道路開通記念だって、1964年、これお年玉郵便切手だって、虎だね虎、昭和37年、これ1963年で、うさぎで、あ、ネズミ、すげー、わ、ちゃんと年ごとに用意されているというね、まあ、こんな感じで大量に切手があるんですよ。で、今見ていただいたのは比較的ね、こう古めなもの、まあ、戦前から1960年代ぐらいだったんですけど、そこからですね、まあ今に至るまで大量にまたね、違うファイルが大量にあって、そこにね保存されていますので、それもね合わせてね、どうやって売却したらいいんだろうね。あとなんか相場とかもわかんないからさ、なんか完全に騙されててもわかんないですからね。難しいなと思います、こういうのって。はい、ぜひもし詳しい方がいらっしゃいましたら、コメント欄でね、アドバイスぜひまたよろしくお願いいたします。で、今回ね、切手だったんですけど、切手以外にもテレホンカードだったり、お金だったり、まあ、古銭ですね、もう結構面白そうなものがあったので、それもねまた皆さんにご紹介できたらなと思いますので、楽しみにしていてください。ということで、今日も皆さん最後までご視聴いただいてありがとうございました。この動画が面白いと思ってくださったら、ぜひチャンネル登録とグッドボタンもよろしくお願いいたします。ということで、以上マスオ TV でした。バイバーイ。